さてウィークエンド寺ちゃんですコメンテーター経済学者田中秀富先生です田中さんが手をこすっております田中先生よろしくお願いいたしますごまを吸ってるわけですしょ、はい、うなです視ゃ者にいそういうことなんですかハエ<や>ではないハエ<は>が手をする足をするでもなあれは一体なんで吸ってるんですかやれ打つなじゃないえあいつらはんでやってんですかねい,い,いただきますみたいな <laughs> 違, <laughs> 違いますか,なんかす、ね、いただます さて全国の自衛隊地方協力本部などが2023年度に小中学生を対象に実施した基地・駐屯地見学職場体験隊員による講演の件数が直近5年間で最高となったことが日本共産党の議員が防衛省に請求した資料で明らかになったといいます。 小中学生の自衛隊の施設の見学、職場体験などが増えていることを共産党の議員は小中学生を狙った自衛隊の勧誘だとして問題視しているようですが。<laughs> 田中さんまずお聞きしたいいのここれ悪いことなんですかねまず基本的に、はい、自衛隊の勧誘、まあ、っていうか、ええ、そ,それちょっと大げさじゃないですか、はい、小中学生に勧誘したって忘れますよ。だってね働くことにまだつながらないと思いますよねだからまあ、えー、せいぜいねやってることあの、えー、効果としては自衛隊がやっている、えーまあ、仕事の内容を理解してもらうっていうことがせいぜいじゃないですか。えーそうで 効果としてはねそこで働きたいとかね、えーえー、働く君働かんかねって思った思ったあのね、えーえー、高校の時に、はい、高校1年の時に修学旅行で京都行ったんですよ。はいはい、である有名なね、うん、あのお坊さんの講話を聞いたんです。うん、でそして、えー、終わった後にですね、あのー、そのお坊さんがなんか僕のところだけ来てね「おえー、君はあのー。 坊主にならんか。って俺に言ったんです。よどうしてだろう。わかんない。熱心に聞いてたから。そうね。やっぱね、人と違うね。将来。もう黙ってても。坊主になる。いやいや、そうそこに気づいてくれたりとかもるんですよ。そうかいやいや、全部説明しちゃったじゃん。心の中で言いたかったけど、それを言ったらどうなるかと思いましたよ。私。この坊主。よく分かってんだ。いやいや、いや、そう。 それは思ったんだけど分かんだこいつってすげえ高層だわって俺の未来が分かってんだこの人とかって形だけで入っちゃダメじゃないですか形から入るの重要じゃないですかそりゃそうですけどだからそういうふうにつながんないって自衛隊の人がね公園に来てこの坊主将来でなんか。 やるんじゃねええかかっっていなでしょょちと考すぎだってほら小さい頃になりたい職業っていうのは結構警察の方だとかね警察官だとかいろんな人とかね上位占めるじゃないですかでも現実にはそうなってはいかないまあ中にはなりますよ女の子だったら花屋さんになりたいって全員花屋さんに言うから。 金や市場大暴落しちゃって賃金なんかも最低賃金ギリギリなっちゃって大変ですよそういうことですからねだからまあそんなに自衛官の方々がその小中学校で行ったからってうんそれで今あの税務署とかがねあのかかせてじゃ小学生にね納税とか消費税とかだからってね小学生全員が大人になってねみんなねあの勤職してきだったら日本崩壊しちゃいます そうですよねだからで赤旗さんもねまあね考えすぎはっきり言って好意的に言えば厳しく言えばもっとね違う記事書いてけようとはもっと有意義なね新聞赤旗の記事によると自衛隊広報誌「防衛日報デジタル」が「 体験学習などの企画について学校などとのつながりを大切にし自衛隊の魅力の情報発信に努め募集目標の達成に邁進する将来の入隊・入学につなげる募集活動を実施すると紹介していることから学校を介しての勧誘を重視しているのが問題だと指摘しています。まあ、そして政府のの要請でで子ども食堂での勧誘広報を今後行わないよう求めたと 言います防衛省は適切な広報は続けるとの態度に終始していたと防衛省の対応も批判しているようですが共産党は自衛隊の職場体験が子どもを洗脳する行為と捉えているのかどうかですね。 なんかこう四六時中ね、ええ、あの自衛隊をあがめようとかね,、うんはい、ね素晴らしいんだってね、ええ、校内放送で流れるとかもう自衛隊教本を読ませるとか、はい、そういったレベルじゃなくてこれまさにそれが洗脳ですからね,ね件数的にだってね全国無数の小学校のうち何件やったのかと割合、はいで,ね、で言ってもねおそらく1回行ったらもう一年最低1年は1回。 行かないでしょ。全国いらし、あのその地域で学校なんて多いわけですからね。例えば小学校にね、ずっと自衛隊員が常駐してて、ね朝昼晩ねあの講話を垂れるとか言ったらさすがに俺も反対しますよ。それはでも。 年に1回来たってね小学生にとって特に低学年とかね小学生全体そうですけど時間の流れっていうのはですねこれすごいことですよ1年っていうのが非常に長い感じるんですよだから1年に1回来たぐらいじゃねもうなんかそうですよいつ来たんですかてそうですもんねねだから 思い出した、はい、僕の時もね小学校の時にあのフィルム見せてね「えー、日本は財政危機」っていうのね俺小学校の時に6年の時に見せられました映画今思い出したいきなり。へー だからといって私今、緊縮論者、財政再建論者ですか、リフレか真逆のこと言ってますから、だから別に自衛隊のこと聞いたからといって、ひょっとしたら将来ね、共産党入って、アンチ自衛隊とかやってるかもしれないですから、むしろ自衛隊の人見てね、何このおっさんって、おばさんって、絶対やだ自衛隊なんかっていうのずっと、ですねもう二十数年思って、ですね共産党に入っちゃうかもしれないんで。はい ダメですよ。すええ、まあ、ですからなんでこれ基地もう一回行きますが、基地駐屯地見学、職場体験、そして隊員による講演、うん、まあこの三つがどここれもきたいなすけ、ね、逆<に>ええ、基地駐屯地見学とかね、はい。でもこうやってあのあん皆さんの安全守ってますよ。あとはその災害の時には迅速で綺麗にしてるんですよっていうのを実際を知るって意味では非常に勉強になると思います、ね。勉強になると思いますよ。ええ、ええ、はい。本当ね。だからそういったこう自衛隊をタブー 支持させたいっていうのが、うんはい、ま一部のねあのー、左派勢力にあるんですよ。はい、もうアンタッチャブル。うん、もう議論することさえもうダメと、はい、いう感じですよね。<ー>で<ー>そういったものじゃなくてもっとねあのー、ちゃんと予算もつけて、えー、国としてねあのー、ちゃんと。 運営している組織ですから、はいえー、その実態を広く親しめるってことは重要ですよ、はいえー、で改めてこの自衛隊の広報活動の一環での小中学生の自衛隊の施設見学職場体験、まあ、何がいけないのかというところですが、まあ、一方で共産党以外の大人からは子どもたちの警察や自衛隊の職業見学をもっとさせた方がいいという声もあるようですまた、あ、こういう意見もあるってことですねいやだっよね。 自衛隊頼みなわけですよ、はい、えそういった時に依存しておきながら自衛隊のね、はい、もう職場見学もさせないっていうのはね、はい、それに対して批判するっていうのはどうなのかなって気がしますよね、えー、だから広くこう社会的な貢献もしていて安全保障もねそれはきれい事で済めばいいんですけど、はいね、あのそういうわけにはいかないんで、はい、やっぱそういったところはあの自国を自衛すると。 他国を侵略する、ね、兵器持ってないわけですからそう,す、ね、そういったところもちゃんと理解をさせるということで、はい、タブーじゃなくて我々がこう自衛隊の社会的意がどういったもので今、どんな、まあ、法制度上の問題を抱えているとかねそういった理解を進めるってことは、ね、それに対して自衛隊の活動に対して賛否問わず絶対必要なことですよね,すね基本的な事実を知るってことは。えー、だから警察もも消防署ど、ねえー、どんどん、ねあの 子供たちに理解さして忘れて理解して繰り返すってことで,すよ、ね、そ,うでその中で、えー、心に引っかかった人はひょっとしたら自衛隊に入ったり、はい、逆なものもありますよね、はい、さっき言った逆に反自衛隊になっちゃう人もいる,、はい、るいそんなの分かんないですからす、ね、はっきり言ってまあでもこの共通警察とか自衛隊の共通っていうのはね我々の日常を守ってるっていうね、はい、だからら普通にに暮らしてるために ためには、誰かがこうやって頑張ってくれてるんですよっていうのは。こうやって知るっていうのは、とてもいいことだと思うんですよ、ね。そうですよね。全然関係ないですけど、はい、あの。ね、僕、うん、あの、か、加賀でしたっけ。あの護衛艦の。はい。はい、え、加賀。はい ええ、あれ見たいんですけどね。あ,あそうです。誰かあの、ええ、誘ってくれませんかね。あ,あ、ええ、そうですか、はい。潜水艦とか見たいですね。あと、ね、潜水艦ね。ええ、私もちょっと乗ってみたい。見たいですね。ですね。もし行けたら一緒に行きますか、ね。お願いします。ね、はい。はい。で子どもたちへの自衛隊の施設見学をこの批判するですね。日本共産党夏休みにえ子どもたち向けのイベントを別途企画しているといいます。えこちらのイベントですけれども高校生サマー セミナー c さんと語ろう資本主義共産主義自由そして生き方まあ、こういうイベントです c 和夫議長と高校生がワイワイ楽しく話し合うというイベントだそうですが8月24日土曜日に行われると言いますまあこれはその共産党による子どもたちへの広報勧,勧誘活動なのでしょうけれどもこれは批判の対象にはこれならないってことなんですかね なるほどね,ね、えー、ほんとそうですすねうんうん同じくちゃんですかこれ、ね、おあもしだからね一方批判するんだったらこっちもっていうようなこの意見も出てくるでしょうね。まあそう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 そなそう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 ね。うそ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 っそうそうそうそ構わないじゃないですかね。えー、はい,い,い,といまえまあそいそうそうそういうそうそう ね。でそれであ資産いい人だな。なんか口元とかでなんかにやにやしてますけど、ね。あのかそれが先ほど田中さんおっしゃったみたいに、うんこれはちょっと僕の考えと違うなみたいなね。そう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 いうのをあの体験すればいいわけで。金も共産党にならないかつってね。俺はハゲてないつって。いや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 違うか。違うと思うんですけど。でこのイベント資本主義はこのまま続くのか共産主義になったら自由がなくなるそもそも 自由って何だろうといったテーマで C さんと語り合うということですがまあ非常に興味深いイベントではありますねまあだから共産主義になったらですね、はい、アイドルの水着撮影会はできなくなるのかとい、はい、私たちちょっと聞いてみたいです、ね、何かちょっと反対がありましたものねどうなんですかと はい公共施設使うのはどうなんですかありましたね俺の好きな広山楓ちゃんとかどうなんですかちょっとこここじめ出てきたけどちょっとわからないんですけどごめんなさいそこらへんどうなのかそうですシイさんに聞いてみたいこれこのこののだけか高校生だ高校生サマーセミナーだあ高校生サマーセミナー俺は生っちゃいけないですかダメだとあの大人になった高校生はんでですかすいませんな行けちゃうじゃないですかすいませんはい日本共産党日本国憲法 第9条に日本は戦力を持たないそれからまた武力行使はしない武力による威嚇もしない国際紛争の解決に武力は使わない。 と書かれていることから自衛隊を違憲の存在としています、まあ、その上で共産党は3年前の党大会で自衛隊の段階的解消という方針も定めています、まあ、ただ2年前には全国の都道府県委員長を集めて開いた集会で c 市,市が憲法9条に関して党の立場を表明したいと前置きした上で 万が一旧迫不正の主権侵害が起こった場合には自衛隊を含めてあらゆる手段を行使して国民の命と日本の主権を守り抜くというのが日本共産党の立場だと話したことが物議を醸していました自衛隊は違憲だと言い続けてきていざという時には自衛隊が国民を守れという尻滅裂の主張に他党から批判が殺到したといいます、まあ、このあたり共産党はほ 自んのの部分で自衛隊についてはどう考えているのか、この辺りはどうなんですかねもう本当ね、そこら辺はね、僕もね、日本共産党の協議について、そんな精通してるわけじゃないですから、こういったケースのにこに、共産党は何を考えるのかということですよね、まさか全面降伏ってわけじゃないでしょうから、どうなんですかね。 知りたくないで、すすけど、ええ、暇だっったら、はい、今度ググって調べおまい願し一方で、ね、岸田総理はですね憲法改正はやった方がいいだろう9条だって変えないと自衛隊の人たちがかわいそうだと最近言い始めているようですけれど、まあ、ようやく岸田総理も憲法改正の必要性を感じ始めたってことなんですかね、うんまあ、昔からね憲法改正には意欲を示すっていうね、ええ、ねポーズ座してますけど、ええ、まあ最近、こういった発言がこう、うん 報道に流れるでしょう。はい、だからそういったことをまあ意識しているわけですよ。はい、え報道に流そうと、うん、えで。 離れていったコアな保守層をもう一回振り向かせようと、はいまあ、簡単に言うと、まあ、岸田さんか岸田さんの周辺か分かりませんがとととともかく総、えー、総理総裁再選にに満々いうううことでしょう、はい、簡単言共産党、いざというときはあ自衛隊を国民を守るために活用するという主張のようではありますがその自衛隊の人員不足が今、問題視されています。現状自衛官の定員20 4万7000人ですが実数は22万7 0人程度充足率92%充足率92%と聞くとそれほどそんなにこう悪いようには聞こえないかもしれませんが実際に自衛官が2万人不足しているという状況ですまあ、しかも多くの自衛官が業務量が多すぎると悲鳴を上げていて採用担当者はもはや入隊試験に優秀な人材を選抜する余裕がなく入れて ではいけない人材を落とすだけのものもになっているこうも言われています、まあ、これだけ人材不足が問題となる中で将来の自衛隊の人材不足解消のために子どもたちに自衛隊の職場体験をしてもらうことは日本を守るためにも大事なことという指摘もあるんですがまあこの辺り共産党はですね国民を守るために活用すると言い張るまあこの自衛隊の将来についてはどうお考えなのかと。 いうところですねだから多分、えー、今の違憲状態をな、まあ、何らか解消するような手段を、うん、まあ共産党なりに考えてるんですかよくわかんないですけどあ、えー、まあどちらにせよねえー 別に小学校や中学校で自衛隊の人が職場、自分たちの職場を見せるとかやっている活動の説明をするとかそれがなんだかまずいように思えないのであんまり過剰な反応をすると逆に共産党に対するマイナスのイメージにもなるんじゃないですかって俺がなんで心配しなきゃいけないんだよっていう感じですか。 でした田中先生でした田中さんありがとうございました。